皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回も、君の目的は僕を殺すこと、スリーを実況したいと思います。おいお前、一瞬でもネブーサをゼットしたか？あ。リベンジ、スキルまだ溜まってないが大丈夫なのか？大丈夫だ、問題ない。パート6のネタ使い回すな。いや別にいいでしょ、あのネタ8ヶ月前のなんだし。というかもう8ヶ月経ったんだ。時間の流れは早いぜ。特に朝、わかる。絶対朝だけ世界加速してるもんね。私に関しては、朝起きてちょっと目閉じて、開けたら時間飛んでたから、新しい魔法でも覚えたのかと思ったぜ。それはさすがに共感できないな。あの、ゲーム実況って知ってる？あ、そっか、というか結構ギリギリじゃないか。あ、ほんとだ、倒せるかな。残り時間、5、4、3、2、1。残り 0.3 秒。なんとか倒せた。第3660の魔人シシアス氏殺害完了。第3670の魔人ミュステ殺害完了。第3680の魔人獅子落とし殺害完了。第3690の魔人ケルマ殺害完了。何気に魔人の名前を楽しみにしてる自分がいる。今回はどんな名前かな。カモン、どんな名前だよ。まあ過去にスプラトゥーンと書いたし、それに比べたらまだ普通でしょ。普通とは。第3700の魔人カモン殺害完了。僕と君っていつ知り合ったんだっけ。約1年前ですね。投稿頻度遅すぎだろ。僕と無邪気ってどんな関係だったっけ。無邪気と一緒に何かを計画していたような。卵かけご飯パーティーじゃなくてもっと別の計画を。ついに思い出してくれるのか。あれ？最後明らかに何かを思い出したよね。ついに、私たちの知ってる魔人が帰ってくるのか。第3710の魔人、ナモスタ、殺害完了。第3720の魔人、ネルエム、殺害完了。第3730の魔人、ハンジ、殺害完了。第3740の魔人、ガヤ、殺害完了。よし、確実に勝つために全部赤にしたよ。そこまでしなきゃ倒せないくらいボス魔人強くなってるのか。まあそうだね、さっきはスキル使ったら余裕で倒せてたけど、50の魔人ってなぜか他に比べて強さがぐんと上がるから、これくらいしなきゃ勝てないんじゃないかと思って貯めました。でも案外余裕そうだぞ。確かに余裕そうだね、貯めたからかな。第3750の魔人、すっぱ抜き、殺害完了。あ、君か。無邪気、最近大丈夫？
超老人の手下？そんなの見ればわかるでしょ？出てきてないよ。ていうかさ、ちょっと考えたんだけど。なんだ？もうこのままでよくない？は？魔人は超老人への復讐なんて忘れちゃってるから、計画を進める意味もないし。君も魔人を殺すことから解放されるわけだし。君が何もしなければ、この世界は平和なままずっと続いてく。それでよくない？言い訳ないだろ。お前は魔人が元通りになってほしいから、この計画を立てたんだろ。もうこのアプリをやめて、元の世界に帰ったら？帰っていいよ。うん、帰った方がいいよ。うん、帰りなよ。帰れよ。え、帰れよ。え、無邪気が本格的に壊れてきたな。これ普通に負けないか？大丈夫、長年やってきた私にはわかる。まだ1年しかやってないだろ。これはギリギリ間に合う。ほらね、勘だろ。なぜバレた？第3800の魔人、ハボラスク、殺害完了。僕って、なんでこんなにいっぱいいるんだっけ？僕と創造神君って、ただの友達、だっけ？創造神君のことを考えると、なんていうか、すごく、複雑な気持ちになるんだ。は、これが、恋？そんなわけないだろ。あと少しで何か思い出せそうなのに、何かが僕の脳内で邪魔をしている？